山崎一平が鳩の背中をつかんでますね。さあ足を持った必要に足を詰めておりました縦の、そして足を向きの体勢に入りました。さあ足を向きは力があります。縦の森を縦のこの足を向きというのはジャガーね、ジャガーも実際何回か受けたことありますか。そうですね、ありますね。はい、どまりなかなか足の力あるんじゃないんですか。そうですね、結構半身しっかりしてますから、はいはい、力もありますね。そうでしょうね。さあ足を向きで山崎を詰めております。縦の森を今度は山崎が苦しむ番であります。やはりね、汗がどっぷりきたしております山崎。なかなか施すいたしません。がっちりと入ってるようですね。さあポジションもいい、ほとんど動けません。さあどうするか山崎、じりじりと今ロープの方に、ロープの方に行っております。力がいるでしょうね。かけている方もね、捉えている方も痛いという足を抜け、30分1本勝負のこの試合、今15分を経過いたしました。山崎と立野、相当がっちり入ってました。さあ立野が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 、やはりあの足音を強烈に詰めるということは山崎のミサイル機関が十分に警戒しているということなんでしょうか。そうですよね、やはりあの、まあ、空中殺法が得意なね、はい、山崎を、まあ、封じ込めるやっぱり足が一番効果的だと。そうなんですよ ね、 そうですね、はい、この足を空中置いてなんとか、まあ、あの縦のポジションジャーマンがあります。それからジャンピングニーパットがあります。最初はね、あまり技を持ってなかったんですけども、立野もとにかくあの自分のレパートリーというんでしょうか、得意技が増えてまいりました。まあ、ここ一発という技ですね、はい、まあ、立野の方が体力がある技、ね、そうですよね。先ほどはちょっとあの山崎のダブルアームのスープレックスを出しておりますが、立野のりおはですね、本当に体力十分のジャマンスープレックス構造を持っております。まだ山崎一の足を詰めております。縦のノリオ、このあの徹底的な足攻撃なんですが、ジャガーね、はい、どうですか。そうです、2倍強い攻撃してますよね。そうですね、もう絶対離さないです、このあたりも縦のの執念と言いますかね、縦のらしい攻撃であります。とにかくあの先手先手取ってますよね。そうですね、はい、はお、これは相当効いたようだ。カウントが入った、個性トレース、カウントが2であります。先手
下につなぎました。先ほどからもう積極的に積極的に先手を取って進めておりました。縦の伸びを進めることができました。今度は割ってロスト山崎一輝が行きます。さあ縦の動きは止まってしまいました。縦の今度はピンチを追います。しかしまあ縦の真骨頂はこれからでしょうね。毎日そうで参りません。縦の乗りをでやります。3回転乗りが止められました。カウントカウント2でやります。もうとても攻める気力がない、体力がない、そういったジェスチャーを見せながらさっと攻撃に入ります。縦の乗りをご覧ください。高さを抑え込みました。これもカウント2でした。いや、しかし両選手ともちょっと疲れてまいりました。さあ、いいスラムでさっきつけておいて縦の乗りを今度はコーナーポップに上がってまいりました。トップロープに上がりました。ニードロップ、これはダブルに終わっております。一発キックを入れました。さあ、ライドドライバーか、どうするか、同点クイーチが出ました。そしてそのままホールの体勢、これはどうでしょうか。どうして逃れました。中に振りを入れるように打ち逃れました。さんから拍手を湧いております。さあ、おなじみ体育館、そして一度に落として、さあ、山崎一輝得意の、いや、一気に決めようという山崎一輝、今は迫力十分の攻撃でしたが空振りに終わってしまいました。両者の白熱戦、満場一致を飲んで注目しております。臨場、そして立野の攻撃で倒した。山崎、今度は山崎勝った。このまま決めるか、カウントは3秒山崎一輝に金の球を打ちました。いや、今のは見守った。